諸国でも新元号が速報で報じられたが、いち早く反応したのは漢字の祖国である中国です。これまで四書五経に代表される漢籍を転居としてきただけに、歴史上初となる国書に基づく新元号に中国でも大きな話題を呼びました。経済的にも文化的にも中国人の目には令和という元号はどのように映るのだろうか。ではどうぞ。昨日発表され、日本のみならず多くの国で話題となった新元号令和。大化から令和までの248個の元号に使われた漢字は73文字で、行の字が元号に採用されたのは初めてのこととなります。なお関係者によると、令和以外の元案には栄光、休暇、奉仕、万和、万法の5つがあったそうです。新元号の発表は、かつて元号を使用していた中国でも各メディアが一斉に速報で伝えるなど大きな注目を集めており、各記事には中国の人々から様々な意見が寄せられています。反響の大きいコメントを中心にまとめましたので、ご覧ください。海外の反応。伝統が引き継がれてることを率直に素晴らしいと思う。日本は今でも元号の伝統を残し続けている。しかし中国人は先祖たちが作った規則をなくしてしまった。中日友好、世界和平、中国の古代文化が日本では今でも引き継がれてる。日本は中華文明の一部で、母の国が中国であることの証左だ。日本は海洋文明なんだよ。大陸文明の中国と欧州とは講義では同じカテゴリーにはない。そもそも漢字だってくさび形文字の影響を受けてるわけで、平成のシャーロック・ホームズこと工藤新一氏、時代に取り残されるピンチに直面の巻。新元号発表後、中国版ツイッター美広氏の検索ワードランキングでは、工藤新一に残された時間は少ないが、9位の令和を上回る5位にランクインしていた。伝統を守り続ける日本では今も元号が存在するのだ。仮面ライダー令和時代が始まるのか。映画仮面ライダー昭和 VS 平成なり VS 令和の公開待ったなし。紛れもなく中国の文字である。あの書を揮毫したのは誰なんだろう。あまりうまく見えないが、中国には14億人いて、あれだけの書が書ける人間が何人いるよ。あれでうまくないって要求水準が高すぎる。昭和は言うまでもなく、明治や平成より良くないと思うなぁ。明治と昭和ほどではないにしても、平成よりは趣があると思うわ。個人的には、平成はすごく良い元号だと思う。とはいえ一番好きなのは明治だけど。長江帰りたくの宇多田氏中秋令付き脇清が出典だね。令和の出典は万葉集第五巻だと明言されてる。初春令付き清志やわら姫姫のとが空海草木とあな。伝統を残し続けてきた日本。文化国家と呼ぶにふさわしい。四書五経から採用されてないなら、もう中国は関係ないな。中国語だと令和、つまり平和がなくなるという意味に取れてしまう。まあ中国人からすると、ちょっと奇妙な元号かも。縁起も良くないし。個人的にはそれほど悪くない元号だと思う。でも、未来への不安が反映されてるのかなとも思った。俺たちは歴史の証人なんだな。そう考えると興奮する。やはり昭和こそ至高。平成も令和よりは良かった。令和で良いんだろうか？誰か、正確な発音を教えてくれ。日本語に、ラ、LI、LU、LE、LO の発音はない。あるのは RA、RI、RU、RE、RO だけ。出典を変えても、ループが中国であることには変わりはない。中国の古典から取るべきだと訴える傲慢な人が何人か見えますね。中国と日本が一位対水。どちらも中国文化に敬意を払っている。中国に残ってる伝統文化って何なの？劣化させたものは残ってるかもしれないけど、何百年にもわたって皇室が続いてるのはすごいことだね。日本
潮化や伝統を引き継いでるのは日本なんだな。元号が変わると人の気持ちも一新されていいね。平成最後の1ヶ月も有意義に過ごそうと考えるだろうし、文化と伝統を残し続ける日本人の精神に敬意を表します。令和の地面は若干不評で、その反面昭和がやたら人気でした。全体的には日本が伝統を継承してきたことへの称賛の声や、自国が伝統をし尽くしてしまったことを嘆く声などに多くの支持多数が入っていた印象です。